どうも皆さんこんばんは。最近、ドラクエのモンスターズテリーのワンダーランドを久しぶりにプレイしているネビウムです。久しぶりですね。近くのそれこそ中古ゲームショップに行ったらですね、ゲームボーイカラーが販売されてまして、でゲームボーイカラーが販売されてて、めちゃくちゃ欲しくなったんですけど、そこで一旦我慢することにして、家に帰って、そういえばアドバンスの方が画面見やすいし、画面光るんだったなと思って、夜ね、やりたいなと思ったんで、そして、アドバンスを買って、電源つけたら、全く画面が、光んなかったと。記憶違いでしたね。普通に暗くて、光の反射でやってます。で、久しぶりね、ゲームボーイ、このゲームボーイカラーのね、ドラクエのモンスターズやって楽しすぎてですね。基本的に昔やってたことって美化されてるし、幼少期のやつはそんなに面白いことないんですけど、これだけはめちゃくちゃ面白いっすね。もうやばいっす。本当に皆さんもぜひね、これ、ドラクエモンスターズテリーのワンダーランド、これやられた方もいるんじゃないかな、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。亀やられてる方で。このゲームは本当に面白い。で、やっぱレトロゲームをやるって、なんか昔思い出すので楽しいし、もうなんか今ね、このアドバンスとかゲームボーイの値段ってめちゃくちゃ上がってるんですよ。もう僕的には多分2000円ぐらいかなと思ったんですよ。この本体価格。したらゲームボーイカラーとか普通に9000円とかするんで、で、アドバンスもね、これが7000円ぐらいでしかない、6000円とか。もうそんなに上がってるんだと思って、もう本当に、なかなかね、こう今買えるもんもだんだんね、買えなくなっちゃうと思うんで、ちょっとぜひ皆さんも、お時間あればですね、こういうふうに昔のゲームを、ちょっと僕カラーもね、入手したいなって思ってきたんですけど、ぜひやってみてください。こちらです。現在やられてない方もね、ぜひやってみてください。めちゃくちゃ楽しいです。はい。で、ゲームボーイ、テリーのワンダーランドやった方あるかって、やったことある方いらしたらですね、ちょっと、ぜひコメント等よろしくお願いします。3体、どのモンスターにしたかっていうので、ちょっと気になりますというか。はい、すいません。亀からちょっと離れちゃったんですけど、亀をね、ちょっと見ていきたいと思います。これはめちゃくちゃ楽しいです。ちなみに今、グリズリー2体と、グレートドラゴンで、3体でパーティー組んでます。現在ですね、もう開始して2週間とかじゃないです、2ヶ月ぐらいね、ずっとこの水槽やってるんですけど、夏からね、結構変化が多くてですね、こんな感じで、エビが増えたりしてます。綺麗な水ですね。で、こんな感じで、全体としてはこんな感じですね。奥に魚いるんですけど、こんな感じで。ちょっとね、前に出てきませんけども。すごい綺麗ですね。すごい癒されます。やっぱ水槽って大きい魚入れると、まあ、面白いですよね。それこそアロワナとか、まあキャットフィッシュとかね、こうやって飼うと面白いんですけど、違う楽しみ方として、こういう風な感じで、こう自然っぽい感じで、まあ観察してみると、まあ面白いですし、水草を入れることによってね、水質が安定してですね、水替えの回数を下げられて、まあほとんど水替えね、しなくてもいいような感じになるので、そういう面でもこういう水槽ってのはなんか面白いなっていうふうに思います。普段ね、亀とか飼ってると、こういう、まあ、南沼エビですかね、とかをこうじっくり見る機会ってないんですけど、こういうふうになんかふと見ると本当に美しい、造形的だっていうふうに思います。それではね、亀を見ていきたいと思います。今こちらの方にですね、亀を、こちらで飼ってます。で、その冬じゃないですか、今。で、
まあ、ずっとエアコンつけてるっていうのも難しいと思うんで、ちょっとね、この爬虫類ゲージって、これ、まあ、大体中古で1万円いかないぐらいで売ってると思うんですよ。これがね、60×45 ぐらいのサイズなんですけど、あの、90とか120とかあると思うんで、室内でね、亀、まあ、通年っていうか冬で飼うのはこれいいんじゃないかなと思ってですね、これ、あの、僕、他の方が飼育してるのをあんま見たことがないんで、ちょっとあれなんですけど、あのちょっと友達がこんな感じでやってて、僕もこれいいなと思って、あのちょっとねこれをやってみました。で、あのこれね、あのなんか箱亀もこれで飼えるような気がしてきました。なんか今まで箱亀ってやっぱなんですかね、温度管理が重要だじゃないですか。だから結構、しかも水の外にいる時間が多いってなると、その空中とかの温度も重要だったりとか、あのそうですね、なんで体がね水から出てる場合はやっぱ空気温もある程度高くないと良くないと思うんで、まあ、こんな感じでですね、やるといいんじゃないかなっていうふうに思う。でもこれ常にね皆さんやられてると思うんですけど、ネピエムはね、だいぶ遅れてこういうふうな形にしました。というのも基本的にネピエムはですね、室内飼育はちょっと苦手なタイプなんで、あのこういうふうにがっつり室内で飼育するような感じでをちょっとねスペース的にも取れてなかったんですけど、まああの子亀が生まれたっていうこととですね、まあ1年間って冬の間ね、ずっとこの室内に飼育するっていう風なことが決まりましたんで、こういう風にちょっとしてみました。で、こちらパネルヒーターですね、こういうのねこう売ってると思うんで名前はよくわかんないんですけど、去年使ってたですねやつですね、あの兜とか姫匂いとか用に使ってたやつで、これが100均のケースです。ね、なんていう名前かわかんないんですけど、100円でですね。これがね、亀飼育一番ね、サイズ的にちょうどいいと勝手に思ってます。なんで、100均でね、ちょっとチェックしてみてください。ダイソーさんですね。はい。で、こんな感じです。で、室内の温度はね、30度ぐらいですかね。これが結構あったかいんで、昼間はですね、これをちょっとずらして、半分ね、乗せて、でやってます。で今日は昼があったかったんでこんな感じでちょっと上にですね空気のところを作ってですね、空気が抜けるようにしました。で普段はねこういう木でかぶせてます。なんでねあったかい空気が、逃げないようにしてます。はい、こんな感じで、ここはねライトをつけてみました。こちらはですね、これも、ホームセンターカインズホームとかですね、だいたい400〜500円、600円ぐらいで売ってるんですよ。でこれを、結束バンドで固定して、でそこにですね、これはレプタイル球なんですけど、電球で何でもいいと思います。それをつけてこんな感じで、光をねやってます。まあ、普通にこの多分上に置くタイプでもういいと思うんですけど、単純にこのレプタイル球が、ね、あったんでこれでやってます。はい、ではい、で、こんな感じで、まあ、石亀なんですけど、この子たちはね、石亀ちゃんですね。この子はちょっとね、色が黒っぽい方の子で、こっちの方がちょっと明るい。ちょっと色がね、あんまり伝わりづらいんですけど、結構ね、綺麗ではあるんですけど。で、こちら、メス。かわいいっすね。可愛いですね。でこっちが八重山石亀ですね。ちょっと光がすいません、ちょっとあれになっちゃってますかね。でこんな感じなんですけど、なんか気温がですねある程度難しい時期はですね、これサーモをこれにくっつけて、サーモスタットくっつけて、で一つの亀の水槽の中に、まあ、このケースの中に入れて、サーモで例えば、まあ、水温が30度を超えたら、これがスイッチオフにするように、まあ、してもいいかなっていうふうに思います。なんで次ね、ちょっとサーモンを、まあ、ちょっとこれつけて、確実に温度が、まあ、高くなりすぎないように調整したいと思います。まあ、この時期はね、もう大丈夫だと思うんですけど、まあ、微妙な時期ってあると思うんですよ。まあ、それこそ7月の初めとか、まあ9月の終わりとかですね、まあ、そういう時に、そんな感じで、ね、セッティングすればいいかなっていうふうに思います。なんで
多分これをねやればね、あの東部とかガルフ三つ指もいけるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってはいます。でやりたいんですけどね、やりたいんですけど、まあ外がなんか安定してこうケージがうまくセッティングできるようになったら、ちょっとねベビーから育ててみたいなっていうふうに思ってます。で今年はねちょっと兜をちょっと1匹オス1匹が、まあ、できれば2匹ねぐらいお迎えして、室内でねオスをちょっと育てていきたいなっていうふうに思っています。外が結構もうね温度がですねかなりね冷たくなってきて、そろそろねもう外の餌はねもう多分食べないかなっていうふうなと思うぐらいの、ね、温度ですね。でこちら八重石の子ですね、生まれた子です。まだね、この白いのがありますね。なんか野営者はなかなか性別が分かる前に時間かかるらしいですね。餌食いも、しっかりできてですね、安定したようです。ありがたいことで、でこちらの子いいですね、違う大きい子ですね。だんだん色がねこう真ん中の方が薄くなってきたりとかしてます。そろそろ冬眠のね準備もそろそろ始めたいと思ってます。八重石がですね、まあ、陸に登ったりしてるんでちょっとね、水中で冬眠できるようにねちょっとやっていきたいと思ってます。なんでこの飼育で今年の冬はですね、子ガメを室内でちょっと育成していきたいと思います。こんな感じのレイアウト的には。まあこれ段をつければ2段ぐらいね、いけると思いますね。なんで、これが、この1段目でですね、6個ぐらい置けると思うんですよ。多分横にすれば。2個で、5個、60センチ水槽で入るっていうふうなことになりますね。そうすると、まあ20は買えますよね、絶対ね。まあベビーなんですけど、それである程度大きくしてから、その、大きいケージに移す。大きいケージって基本的にはね、外で移していくっていう風な感じで、まあ僕はやろうと思ってます。はい。ありがとうございました。